こんにちは、佐藤千里チャンネルです。本日はフーガフーガ第83回目の配信となります。本日は浦和伊勢丹千恵子と仙台三越店のゆかりです。情報は飯島さん、はい、さ3人でお送りします。よろしくお願いいたします。7月に入りましたね。早いですもんね。初夏ですね、はい、初夏から真夏に向かって、ね、おしゃれと最適な着心地のお洋服をご紹介いたしましょう、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあ商品情報をお伝えいたします。リネンコットン製品止めドロップショルダープルオーバー、サイズはフリーサイズ、お色がゆかりさん着用がブルー、はい、はい、でゆかりさんがお持ちなのがブラックです、はい、でちえこさんがお持ちのお色味がグレーのお色味です、はい、お値段が3万800円です。はい、すごくお似合いです。ありがとうございます。とっても素敵。本当ですか、うん、はい、涼しげ、夏っぽくって、ね、はい、すごい涼しげで、実はこれ全部ニットとあの生地なんですけど、ここの部分が透かしで、うん、もう総ニットになってるんですよね。でもなんかあんまり透けないみたいですね。そうですね、あのその辺はこうインナーとかあんまり気にしないで、ね、うん、安心して着れる感じですね、はい、一枚着でもそうですね、よろしいですよね。あと生地の部分とかも綿素材で製品止めなので、うん、すごくあのサラッとしてて、うん、とても着やすいですし、うん、でまたナチュラルなこの色加減がいいです、はい、そうですね、素敵ですよね、はい、ちょっとこう自然な感じの、ね、ね、色ですよね、うん、抵抗なくどなたでも、はい、なんか挑戦できそうな中間的なお色が、はい、そうですね、はい、はい、後ろが可愛いの。そうなんです、タグが入ってます、うん、はい、ね、あとねお袖もねちょっとこうふわっと、ね、はい、なんかこうそうですね、緩いんだけど、はい、あんまりこうダブつき感もなく収まりがいいお袖口になって、はい、そうです ね、 あのね、窮屈感も全然ないので、うん、インナー重ねていただいてもいいですし、うんうん、こんな感じです。すごくそうですね、うん、はい、ちょっと着丈が少し後ろの方が長めなので、はい、うん、おすすめ。私だいたい身長が158ぐらいなんですけど、ちょうどこうウエスト隠れるくらい、はい、なのでこう安心して着れる着丈です。はい、スカートにも大丈夫ですか。そうかもしれないです ね、 ね、この感じでしたらね、うん、割とこう下にちょっと分量感があるようなスカートとか合わせても合わせやすいかもしれないです、うん、それでなんかちょっと綺麗なブラウス、うん、そうですね、プローバーなので、はい、お勤めの、あら、通勤の方にもいいかもしれないです、ね、はい、タイトスカートとか、そうですね、綺麗なスラックスとか、はい、ね、そうですね、合いそう、こうニット入ってるから、うん、そんなにこうカジュアルな感じになりすぎないし、うん、柄の感じもちょっと無地っぽくっていいですよね、うんうん、ね、特別感があります。そうですね、あります、はい、はい、大活躍しそうです。本当ですね、うん、はい、ね、はい、素敵。でもなんか、うん、千恵子さんが着てる感じもまたちょっとね雰囲気が違いますけど、はい、すごくそうですね、じゃあ、はい、変わりますよね。じゃあ千恵子さんが着ているブラウスの方の、はい、商品お願いします。はい、じゃあ商品情報をお伝えいたします。はい、花火柄ゴム袖フルオーバー、サイズはフリーサイズ、お色がと、はい、千恵子さん着用のお色味はベージュです、はい、でお持ちのお色味はブラウンです。で、ゆかりさんがお持ちのお色味がブルーとチャコール、はい、こちらです。ブルーとそうですね、はい、あ、まずブルーですね、はい、はい、の4色展開です、はい、お値段が3万4100円です。はい、はい、少しね光沢感があるんです、うん、そうですね、うん、ちょっとまたねこちらのこうね天然素材とは比べて全然こう表情が違いますよね、うん、なんか光を浴びると、うん、夏の日差しを浴びると、うん、より目立って綺麗なんじゃないですか。そうです ね、 ね、はい、あとこのねお花とかの感じがちょっとこうね折りが立体的な感じになっていて、うん、表情豊かです。そうですね、うん、そうですね、ちょっとこうね
こういう感じでより立体的な、はい、出るような生地、オリジナルの桐生で作っていただいてる生地みたいです、うんうん、はい。着心地とかどうですか？着心地はね、はい、着てないみたい軽くて、うんうん、でも本当にすごい生地が軽いんですよ。そう、全くね、あの体に触れてるところがないので、うん、真夏最高だと思います、うんうんうん、着心地もう抜群。今はインナー着ていますけど、はい、ね、夏とかだったらキャミソールとかですかね、うんうんうん、シンプルと思います、うん、かといってあまり露出もないですし、うんうん、千恵子さんちなみに身長は、166なので、はい、それでもジャストですよ ね、うん、そうですね、ちょうどね、うん、ウエスト隠れるくらいですもん ね、うん、安心なこう動きがあっても覗かないっていう、うん、あとあとお袖もね、七分っていうのが、はい、より長く着れる感じがあってね、そうですね、いいかなと思いますよね、うん、肌寒いかなっていう時は何か T シャツでも重ねて、うん、そうですね、今着てるみたいにみんなとか ね、重ねていただいて、うん、襟はなくてもね、はい、いいと思いますし、うんうん、デニムとかでちょっと軽快に合わせてくださっても、はい、楽しめると思います、はい、今回はこうちょっとワイドなパンツと、ね、合わせていますよね、はい、ちょっと形も変わってるんですけど、はいはい、ちなみに私と千恵子さんが履いているボトムは同じ形なんですが、はい、じゃあこちらの方の商品の紹介をお願いします、はい、お伝えいたします。ペーパークロス製品止めワイドタックパンツ、サイズはフリーサイズ、お色味が、千恵子さんが持っているお色味はブルーです、はい、で履いていらっしゃるのがグレーの色です、はい、でゆかりさんが履いてるのがベージュと、はい、でお持ちなのがブラック、はい、こちら4色あります、はい、お値段が 39,600円です。履き心地はどうですか、うん、すごくね落ち感があってとってもね自然なラインなんです、ね、なんか身長あるからすごいやっぱりこう履いていただいてる感じも映えますよね。そうですか、はい、あとやっぱり千恵子さんぐらいの身長だと足首が結構すっきり見えるというか。そうですね、はい、なのであの今ちょっとハイカットですけど、うんうん、サンダル、そうですよね、うん、あとはフラットなシューズ、うん、素足で、うん、はい、うん、はい、でもですよね、うん、いいかなと思います。結構ね張りがあるけど、そうそう張りがね、うん、あるんですけど、うんうん、履いた感じがあんまりこう分量感が出ないので、でちょっとこうね後ろのポケットとか、はい、はい、ポケットも可愛いですよね。これはね結構あのヒップラインのカバーになりますよね、うん、この後ろポッケット。そうですね、あの、うん、ちょうどねここの部分ね隠せる感じ、大事な、うん、ポイントになってます。はい、うね、はい、便利なポッケなんですけども、うん、体型カバー、そうですね、うん、シルエットカバー、はい、すごくポイントになってる。私はそうですね、私もだいたい158で、やっぱり千恵子さんと身長差があるので、はい、くるぶし、そうですね、ちょうどくるぶし丈ぐらいですね、うん、あとこう裾とかにもね実はタックが入っていて、そう、はい、バルーン風の形になっているので、かなりこうね広げていただくと分量感がある感じなんですけど、ただ本当に履いていただいた感じは軽いし、で少しギャザーが寄せてることによって危なくないですよね、うん、あのバサバサしないから、あ、そうですね、うん、あの足元が引っかかるっていう心配がないっていうことですよね、うん、足さばきには楽ですよね、はいはい、程よくワイドな感じだけどすっきり見えると。千恵子さんが言ってたようにね、あのサンダルだったりとかスニーカーだったりとか、はい、結構足元でまた全然ちょっと雰囲気がね、うん、変わってきそうですし、うん、このぐらいしっかりしてるお素材だとむしろなんか秋口とかまで全然履けちゃいそうじゃないですか。いいと思います、はいはい、それこそレギンス合わせて、そうですね、ちらっとこの辺から、はいはい、贅沢に覗かせて、そうです、ね、履いたりしても、はい、いいかもしれません。そうですね、うん、はい、ウエストもね、ウエストがね安定の、はい、はい、これはね、もうやめられなくなりますよね。もう着脱がすごくスムーズだし、うん、楽ね。ね、はい、このね、はい、これで調整していただければ、ね、どんなサイズの方でも適合すると思います。うん、はい、おすすめの一着。そうですね。はい、ぜひ、はい、こ
このデザインのパンツは1本あると楽しいんじゃないでしょうか。はい、はいはい、では続いてはショールのご紹介をしたいと思います。お願いします。はい、お伝えいたします。ランダムカラーブロッキングショールワンサイズです。お色味が、ゆかりさんがお持ちの色味がアイボリー、はい、アイボリーとブルーですね。こちらがブルーのお色味、はい、でちえこさんがお持ちの色味がブラウンとブラックの4色展開です。お値段が17,600円です。だいぶ薄いですよね。そうですね、軽い感じで、はい、はい、透け感もありますね、はい、夏場でも必需品の和紙の通りですね、うん、やっぱりちょっと和紙はね使われてるからすごくシャリ感がね、はい、ありますよね。あります、はい、でも硬くない。そうそうそうね、本当に肌触りとかね、うん、柔らかくてソフトです。ちょっとこうあれですよね、長さもそんなに長くないから巻いた時とかの巻いた感じが全然こう邪魔にならないというか、いい感じの。そうですね、こう比較的コンパクトで形が作りやすい感じがします。夏あんまり大きいストールね、あんまりこう埋もれるほどの長いものって意外と使いにくいですから、うん、そうですね、このくらいのちょっとコンパクトな感じのものは一番活躍するアイテムの長さではないでしょうか。意外と結構冷房効いてるところとか多いじゃないですか、ね、ちょっとこういうの1枚持ってらっしゃると、うん、そう、バッグにね。そうですよね、本当にそうコンパクトにこんなにコンパクトになっちゃうからシワもないし、ね、入れやすいかな。でちょっとこう柄使いもねすごくランダムな柄で面白い感じになってますよね。ちなみにお色が結構ねナチュラルな感じと、そう、長さが140センチあるので、結構幅が、そうですね、はい、一巻き十分抜ける感じ、はい、そんなに長くないですよね。でなんかこの頃いろんな巻き方そうですよ、ね、うん、あるみたいで、うん、巻き方得意ですか、うん、なんかこの頃いい加減にやったらなんかとってもあれいいんじゃないって。あ、そう、確かに、あ、かわいい、かわいい、はい、かわいいです、かわいいです、あんまりリボンリボンしてそうですね、はい、ちょっと大人っぽさもありぐるっと巻いて、はい、この輪っかの中に入れて入れてあげる。あら、素敵ですわ。コンパクトに使えますかね、うん、はい、そう、これだとちょっと室内で、うん、そうですね、室内の冷房のこの背中、首元、うん、ちょっとカバーしながら、そうですね、はい、あんまりこうアウター的な感じはないので、つけてて、うん、お仕事も楽しんでやらせると思います、ね、はい、はい、まあ、これからね夏本番ですし、ちょっとこうね今年はどういうお天気になるかわからないですけど、す、ね、やっぱりねちょっとこういうね、うん、涼しげなお洋服で暑い夏、ね、気分を上げて、はい、乗り越えられたらいいなと思います、はい、元気に、はいはい、おしゃれも楽しめたいと思います、はい、夏バテしないように、はい、はいはい、本日紹介した商品はフーバを取り扱っていただいている小売店または直営店にご相談ください。近くにお店がない方はクロスイットオフでご覧ください。また次回もお楽しみに。ありがとうございました。